はい、こんにちは。今回はウェスタンアームズのナイトホークタロン、リコンフレームのフレームがシルバーのものをご紹介したいと思います。また今回もね、箱からでね、届いた時の雰囲気、実際もう散々開けてますけれどもね、こんな感じで入ってきましたっていうのをね、再現したいと思います。まあ、箱を開けるとですね、外ですね、大事ですね、これですね。はい、で、こんなシールもね、なんか貼ってあるんです。これはあんまり貼ってある記憶がないなと思いましてね。はい、で開けると取説が出てきて、BB が入っていて本体が出てくる。でウェスタンアームズさんの場合ね、この方向に確かねビニール袋がね入れてありますよね。でついてくるのはこのね、これがねトリガーガードにこう巻きついてくるわけですよね。はい、これをねどう外すのかっていうのがね、なかなかね知恵でしてね、ここ傷つけたら嫌ですからね、こう丸めてね、ちょっとねこんな感じでね私は開いております。で安全キャップね、こういうタイプだったら指がかかるんでいいんですけどね、あの薄いプラスチックで強く握るとね指が切れちゃいそうなのありますね。そういう時にはねスライドをちょっと引いてやると浮きますんでね、その部分でピュッと抜くということですね。はい、で、内容物の取説等はいつもと同じと。はい、こういうねお客様へっていうのね、限定品です。その裏にこうついてるのと、裏に何にもないものもあります。はい、はがきとね、安全注意と、でマニュアルはガバメント共通ですね。この辺特に変わり映えはしないと思います。さて単体の、その前にこう大体届くとですね油がこうついてきますんでね、この辺はね私の場合はこのね魔法の布でね、長いですね、皆さんのお目に触れてからもうこれ3年目ぐらいですかね、この魔法の布もまだまだ健在でしょう。多分あと10年ぐらいこの布を使えると思います。はい、まあ、こんな感じで拭くわけですね。はい、そうするとようやく触れる状態になると。でハンマーはねこうちゃんとね落とした状態で、でこれが単体の形ということになりますね。まだ欲しいですかね時々ねこんなのもやりたいなと思います。やっぱり中にはねまだウェスタンアームズの製品ね買ったことのないって方もいらっしゃると思いますんでね、ご参考になればと思って、こんなことをやってみました。どうでしょう。で以前ね、ご紹介しましたこの黒い方ですね、タロンのね、これねもう今日最初からライトつけてあります。はい、我が家には珍しいねあのレール付きの銃ですから、まあ、こうやってねフレームねちゃんとライトもつけてねやっているというとこですね。すごいですよね、このくっきりと入ったねナイトホークカスタムね、グリップもねそれに合わせたデザインになってますね。はい、で背面から見るとこういう感じで、でトリガー、それハンマーを起こすとこういうビューになります。でスライドの型付きはほぼないですね、これはね。背面にねタロンっていうねスタンとねシンプルな感じでねさらっとね入ってるところもいいですね。でちょっとね気がついたんですけども、この十字になってますよね、この刻みがね、このね縦の線は何の意味があるのかなっていうのがねちょっと今不思議に思いました。まあ、多分詳しい方は知ってらっしゃるんでしょうね。はい、私はすいません分かりません。なんかそういうアイテムがあるんでしょうね。マガジンはねまあ黒のやつよりは綺麗かなっていう感じですかね。見てみましょうか、黒の方失礼、ほら黒のが全然粗いでしょ。これ同じ時期に購入したものですよね、こんなに違うんですよね、ほらね、全然違うでしょ仕上げが。まあだからまあね、黒の方が普通のウェスタンアームズっぽいですね。むしろこっちが綺麗、ウェスタンアームズにしちゃ綺麗すぎないみたいな、最近のね、以前のウェスタンアームズはね昔のは綺麗でしたけれどもね、最近のはまあこの辺かなりひどいもんですよね。はい、
まあ、ちょうどいいや。セーフティーがね、まだちょっとこう引っかかりますね、ここでね。で、ここで初めて、ちょっともうちょっと押せばパチッてかかるっていう感じですね。黒の方はどうでしょうね。あ、黒の方も同じですね。まだ馴染んでないっていう感じなのかな。ちょっと黒の方が柔らかいですね、使ってる分。はい。で、フロントじゃねえ、サイトピクチャーですね。サイトピクチャー、こういう感じになるわけですね。どうでしょう。まあ狙いやすいですよ、このね、ホワイトドットはね。3つ並べて合わせればいいわけですからね。パシパシいってますね。はい。重さはね、結構あるんですよ、このタロンはね。今回もね、もちろんね、かみさんもね、試写したんですけれどもね、ちょっと重いなんていう感じでしたね。やっぱりね、形とともにね、やっぱ重さも適当なのが多分ありますね。もう1キロ超えですからね、重いですよね、それはね。はい。から作動させるとこんな感じですね。ね、マズルの跳ね上がり具合で、私今軽く握ってますからね。でがっちりね、じゃあ反動をね、絶対出さないぞって握り込んでみましょうか。そうするとこんな感じです。それでも所詮ね、あのテコの原理でね、抑えきれる代物じゃないですね。もちろんね、実銃とかそういうのに比べれば全然でしょうけれども、このね、カツンカツンってくるね、リコイル、まあ、火薬使ったブローバックはね、もっと鋭くなりますけれどもね、重さはね、あのウェストアームズのガバの場合結構カツンカツンときますよね。特にロングスライドのものなんかね。で今まあもう真冬とは言いませんけれども、完全冬場ですから、それなりのまあちょっと作動と、正直言ってガスガンにはかわいそうな季節かもしれませんね。ただね、かといってお休みするわけいかないですからね。ずっとエアコキか電動ってわけにもいかないですからね。何しろ私、電動のハンドガンはプライベートでは持ってませんのでね。プライベートってのは前にお話してた通りね、勤務先のお祭りの時にはね、電動のね、ワルサ PQQ 使ってましたから、そちらではね、その公務ではね、使ってますけれどもね、プライベートではちょっと持ってないということでね。はい。じゃあ初速をね、測りましょう。その前にね、温度ね、マガジンの今だいぶ触ってるからそれなりに上がってると思いますけれども、それでも23度、ご記憶であるかどうか分かりませんけれども、夏場だと26とかね、7になりますけれども、今もさすがに室内でねヒーター入れてるんですけれども、こんなもんですね。はい。おろろろ、ピコッとちょっとこのぐらい入れとけばいいかな。じゃあ初速を見てみましょう。どのぐらい出るんでしょうかね。まあ、いつものスタームズのやつだと思うんですけれどもね。ああ、ちょっとこのセーフティーの引っかかりが嫌だな。こんな感じですね。はい。一発目。二発目。3発目、こんな感じですかね。はい。初速はまあこのぐらいと、もちろんね、法定範囲内のタロンということになります。法定範囲内のタロンないでしょうけどね。はい。で今ね、これないから最後一発打つとホールドオープンしちゃうんですけども、すいません、それはちょっと勘弁させていただきたいと、していただきたいと思います。というのもね、よーく見るとね、ここにあのノッチ掛け用のね、鉄のプレートが入ってるんですけど、それがうっすら見えてきてるんですよね。こっちもそうなんですけど、こっちはそれほどでもないんですよ、まだ。なんかね、ここからね、このプレート自体がね、フレームをね、なんかひび割れさせそうって感じがするんでね、あんまりね、スライドストップはね、かけないで遊んでいます、この銃の場合は。このノッチ掛け対策っていうのがね、結構あの、嬉しくて、ガンガンやってたんですけれども、それによってもちろんノッチは守られるんですけれどもね、このね、金属プレートがね、本当にね、この金属プレート自体がね、先ほど申し上げた通りね、悪さしなければいいななんて思っております。で、あとトリガープルですね。タロンはやっぱ軽いですよね。タロンは軽いって言い方おかしいですけど、もともとね、ガマ面とはね、トリガープルの面ではね、非常に優秀なところに来て、こんな感じです。 0.71 ね。
ましょう。0.75 と、まあこのぐらいですね。ちなみに黒の方も、まあ前の動画を見ていただければいいんですけど、せっかく並べてありますから一緒に測っちゃいましょう。軽く。やっちめました。はい、もうこれ実践だったら死んでますね、私ね。 0.89、 ちょっと黒のが重いのかな。もう一回測ってみましょうか。 0.75、 まあ同じぐらいですね。はい、このぐらいのトリガーボールで遊べます。なかなかね、私はこのね、ずっしりときたね、もう単体で1キロ超えっていうのはね、もう非常にね、安定してやっぱ打ちやすいんでね、すごく好んでますね。はい、で試射結果をね、ご覧いただきましょう。まずね、買った当時ですね、これ2007年に買ってますね。7メートルから打ってこのぐらいっていうのが、買った当初のこのスコアでした。はい、でこれがですね、今年2021年ですね、ですから14年後になるのかな、打ってみたらどうなったかと。はい、まず最初にね、私がね、打ったのがこれですね。S2S の 0.25g の弾で、ここを狙ってここと。どうですか、かなり優秀でしょう。ね、黒もそうなんですよ。黒もこのぐらいに集まるんですよね。だから黒、フレームのシルバー、もうどちらも実写性能っていうかね、は優秀ですね。あの集団性はね、多分。というところがですね、まあ、ところがあったわけじゃないんですけども、調子込んでね、7.5m に行くとね、この時に比べるとかなり上下に散ってるんですよね。ところが、かみさんが打ってね、5メートルからこのぐらいと、もうだんだん迫られてますね。はい、かみさんがね、7.5 メートルから打ったら、ほら、この時と同じ、もう全く同じようなところに集団しているということですね。はい、でまたかみさん、もう一回ね、7.5 メートル打っても、やっぱりこの辺には来てると。で20歳学生5メートル。こんなもんですね。ちょっとなんか散ってるなと。20歳学生5メートルリトライ。こんなもんです。というところです。なんか三者三様で面白いでしょ。今回ね、ベストスコアというか、一番集団性が良かったのはこの神さんの 7.5 メートルですね。で、14年経ってもね、同じね、集団性は維持できてるということで、なかなか優秀な銃じゃないかなと思います。5メートルの場合ね、これがまあもちろんベストだと思うんですけども、5メートルでね、もちろん、500円玉ぐらいには集められて、で 7.5 メートルでもそうですね、このぐらいのマスには直径に収まるということで、なかなか楽しめると思います。近距離からね、10メートル以上は分かりませんけれども、少なくとも7メーター8メーターあたり、あるいは、5メートルぐらいだったらね、十分に楽しめると。でガツンガツンくるとところでね、やっぱりこのリコイルを楽しめるっていうのがウェストアームズのね、はい、マグナブローバックのね、魅力じゃないかなっていうふうに思います。ここ引っかかるの気になりますね。パチンってかけたいですよね。はい、まあしばらく遊んでれば慣れてくるんでしょうけれどもね、せっかくですからね、タロン並べてね、動きを見ていただきましょうか。スライドストップもね、一回もかけないってわけにはいかないですからね。一回二回やったって壊れはしねえと思うんですけどね。ここがね、どうしてもこうね、うまーくね、たすきがけにならない時がありますね。ちょっとこのままやってみましょうか。それでトラブルとも思えないんで、よいしょ、いいですね。やっぱ2丁あるとね、気持ちが大きくなりますね。はい、こっちもね、ね、はい、で的はね、やっぱりこれだな。はい、ね、向こうにも置いてあるんですけどもね、ウェストアームズ、この紙沿ってきますよね。はい、でここね、飛び出ないようにビニール袋でね、押さえたりなんかして、はい、でここに向かってね、パチパチとね、はい、タロン2丁でね、叩き込みましょう。よいしょ、バーン。お、ちょっとこれ引いた方がいいな、絵柄はな。よし、こんなもんでいいだろうね。こんな近くでね、どうなるもんでもないんですけれども、でも一応気分で、2丁とも綺麗にね、ホールドオープンしました。球が綺麗でね、
どうでしょう、このノッチのこの部分のところね、大丈夫ですよね、まだね、はい、こちらはどうでしょうかね、大丈夫ですかね、はい、大丈夫そうですね、はい、いやー楽しいや、これもうガツ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 くるんでね、はい、特に今ね、私ちょっとね、左手ね、情けない話ですけど、年のせいか、これ緩みますんでね、時々キュッとね、締めてあげてくださいね。こちらもね、ワンマガジンごとぐらいに締めてあげるといいかもしれないですね。はい。ね。まあね、ちょっとね、ここら辺のところにちょっと筋をね、痛めておりまして、はい。よくね、何十型って言って肩が上がんなくなるっていうのは聞くんですけどね、上がる分には未だにぐにゃんぐにゃん上がりますけれどもね、完全にね、壁をね、右側にしてね、腕ぐるんと一回転回せますけれどもね、時々ね、ある形になった時々ね、調べてみたらね、筋トレのバランスが悪かったみたいですね。ということで今ちょっとね、筋トレ調整中なんですよね。いやですね、年取るとね、若い時みたいにがむしゃらにはできないですね。ああしたらこうしちゃいけねえみたいなね、だんだん組み合わせが増えてきて、どんどん複雑回帰になってきますよね。頭はボケてくるのにね、やんなきゃなんねえことは複雑になってくるっていうのはもうたまらないですね。ね、こっちもじゃあライトつけてみましょう。やっぱりこのね、なんていうんですかね、このライト、オーライトのやつって、これすごく使いやすいですよね。だんだん進化していくのがね、なんか見てて、ね、楽しいっていうかね。ね。これはほら、以前もご説明したとおり、ここからレーザーが出るじゃないですか。レーザーもね、皆さんには向けないですけども、ちょっとほんのりこう赤くなってるの分かりますよね。で、これがね、こっちにはもう いよいよね、中にね、レーザーね、こう、組み込まれていますから、このライトだけの筐体に見えるところで、レーザーも、ね、ちゃんとしっかりと出せるっていうのでね、これはいいなと思ってね、ここで切り替えてね、今ね、これほらレーザーが出てるんですよ、こうやってね、これは便利ですよ、非常にいいですよね。どうでしょうね、やっぱライトつくといいやるぜみたいな感じでね、潜入するぜみたいなね、まあ、実際私どこに潜入するわけでもないんですけどただね、以前もこれもお話ししましたけれども、ライトつけるとターゲットがくっきり浮かび上がるんで、その点非常にいいですね。はい、すごくね、年寄りにはね、ある意味ライトいいかもしれないね。若いね、なんかインドアでゲームやる人たちのためのものだけではなく、アクセサリーでもなく、我々おじいちゃんたちにはね、はい、実用性もあるということでね。でもう一つね、ライトの便利な使い方なんですけれども、ね、これ我が家でやってるんですけれどもね、このね、ターゲットあるじゃないですか。遠くなってくるとね、まあ、確かにここ狙えってやいいんですけれども、点を狙いたいじゃないですか。そういう時にね、このね、ターゲット自体をね、このライトを使ってね、照らすんですね。こういうふうに。これピッと。こうするとね、これ、今画面だとそんなに明るくないかもしれないです。結構明るいんですよ。でこの点を狙って打つっていうことをね、最近はね、やっております。ずるいですかね、大丈夫ですか。かみさんはね、この間も点なしで打たせた時もあったんですけども、点が欲しいと、ね、いうことなんで、リクエストに応えてね、点付きでね、今我が家は打っております。はい。まあ、そんな感じでね、いろいろとね、ぐだ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 と、半ば言い訳めいたようなことを言いながらね、話をしましたけれども、どうでしょう。タロンはなかなかね、はい。レスタームズのカスタムいっぱい出てますけれどもね、時々こういうね、ちょっと毛色の変わったやつで、なかなかいい性能なものが出てくるっていうところでね、この頃はね、もうしょっちゅうね、買ってましたね。はい。今年はね、いよいよクーポンがね、期限が切れるぐらいまで、ウェスタームズ製品ね、我慢した次第ですけれども、皆さんはいかがでございましょうか。ということで、今回はね、ウェスタンアームズのマグナブローバック、ナイトホークカスタムタロン、リーコンフレームのフレームシルバーの方をね、ご紹介させていただきました。ではまた。